ミラクチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、はい、モルワントーナメント第2回戦この温度差、この温度差、はい、第2回戦です。よし、いいね、はい、あんまりね、安いウイスキーでね、美味しくていいからってテンション下げないでくださいよ。今日はね、ちょっとね、これがね、これがそうですね、これストレートで飲まなきゃいけないかと思うとですね、あー、インバネスクリームはね、いろいろありましたんで、我々ちょっと苦手なウイスキーですけど、苦手なウイスキーでございます。なんで入れたんだよ。もうこれいや、これどっかでやっぱりやっとかないとなって、何かと比べたいなと思って、はい、グランツに勝てるかもしれない。やりましょうかよし、ということで第2回戦、インバネスクリーム VS、グランツトリプルウッドでございます。ここですね、皆さん、ちょっと見にくいですけどね、すいませんね、工作レベルのトーナメント表でございます。インバネスクリーム選手の方から紹介させていただこうと思います。はい、このインバネスクリーム選手は、はい、この名前ですね、これはスコットランド北東部のハイランド地方の人でもあるインバネスから命名されています。そうですね、僕知らなかったです、これは。はい、でほのかに甘くまろやかでスムースな口当たりのブレンデッドスコッチでございます。ですね、実はですね、非常に残念なお知らせなんですけども、はい、こちらもですね、輸入業者さんが、はい、まさかコルドンベールさんがございます。おい、どんだけ忖度してんだよ。そうですね、これイオンリカーさんのトーナメントになってます、ほとんど。でも忖度してるのに今のところボロカスしか言ってないですよ。考えてください。ということで、ちょっとね、はい、このトーナメントもちょっとゆるゆるなんですけども、次優勝候補グランツ選手でございます。はい、グランツはですね、もう私も結構ね、昔っていうか、ウイスキーのね、初めからちょいちょい飲まさせてもらって、はい、あ、そうなんだ。はい、この瓶の形がね、有名なのグレンフィリックでしたっけ。はい、はい、あれのね、同じ形ということで、僕ちょっと期待しております。このトリプルウッドはですね、スパイシーのたくましさを感じるバージンオークライ、はい、でかすかなバニラの口当たりを良さを与えるアメリカンオークライ、はい、でブラウンシュガーの味をもたらすリフィルバーボンダル。しかもこれ知ってます？これ世界でね、はい、毎秒55杯飲まれてるウイスキーらしい。毎秒55杯、毎秒55杯、すごい。だからすごくないですか？世界に毎秒1.55杯なくなってるんですよ、これ。めっちゃ飲まれてるんですけど。人気なんですね。人気人気、はい、めっちゃ人気、カジ決まってるような勝負ですけども、はい、飲んでないと。さっさと行こう、さっさと行こう。いないです。はい、と、はい、いうことでやっていきたいと思います。じゃあ、第1ラウンドストレート勝負でございます。はい、はい、今回もですね、視聴者さんから見て左手側にあるのはインバネスクリーム選手です。はい、はい、じゃあ、右手側にあるのがグランツトリプルウッド選手です。はい、ってことですね。はい、ちょっと待って、はい、今テンションおかしかったよ。え、おかしかったよね、皆さん。それでは、じゃあインバネスクリーム選手から飲んでいただきます。はい、いただきます。乾杯してますか。はい、よし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 。ああ、いいですね。はい、いい匂いです。あ、甘い、苦い、甘い、苦い、焦がしキャラメル。いや、後味最悪。うー、辛い。焦がしキャラメルスパイスウォーク。はい、じゃあ、グランツトリプルウッド選手ですね。はい、おお、こうきたか。ゴムっぽい感じするんだよな、香ばしさと、うん、ゴム。あ、ピートだね。ピートもありますね。うん、あ、面白い。スパイシーだし、意外と。そこはやっぱトリプルウッドってことじゃないですか。うん、じゃあいきますか。よし、じゃあストレート勝負、はい、どちらが勝つんでしょうか。はい、デレ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 デンですね。はい、これ正直インバネスクリームはこれ結構上級者向けのウイスキーだと思うんですよ。本当に癖の塊。てか今まで視聴者さんもコメントいただいてて、これどうしようもないんで美味しい飲み方ないですか。ありましたね、はいはい、どうしようもないんです、これに関して。ちょっと複雑すぎるっていうか、結構地雷ウイスキーですね。まあでもこちらも癖は強いですね。うん、結構強い。なんかピート感がゴム臭く感じる部分もあるんですけど、余韻がそのゴム臭さが復活してちゃんとピート感じるんで、ちょっとでも僕の中ではスパイシーすぎるかなって思います。うん、ああ、よし、じゃあロック入ってみましょう。はい、はい、ロックでございます。第2ラウンドですね。まあストレートはもうグランツ選手の走りということでね。はい、はい、じゃあちょっとロック入れるとどうなるのか、インバネスクリームの覚醒があるのか、味わっていきたいと思います。よし、じゃあグランツ、はい、はい、います。
きますか。よし、いきます。じゃあ、ロック勝負、はい、どちらが勝つのか。はい、ドゥル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 ドゥン。あ、インバネスクリーム。はい、これ、僕が言っていいですか。うん、タイヤ。うん、てそう、なんかタイヤもあんだけど、もう後味がまずい。この、まだなんかインバネスクリームバカにしちゃったんですけど、ちょっと加勢して冷やしてくると、飲めるっすね。うん、飲めるっすねって言い方ばかりですけど、正直これが一貫戦に登場してたら、うん、勝ってた説あるよ。勝ってた勝ってた。でもまだほらまだ分かんない、ハイボール今ど、まあね、まだドローなんで、もしかするとこれ分かんないよ本当に。これもねちょっとやっぱトリプルウッドってのもあると思うんですけど、いろんな方向にいろんな味出るじゃないですか、やっぱ、うん、香りも味もあんまりまとまりないっす。あ、うん、とっちらがってるって言いたかったっす、うん、僕もなんかすごくとっちらがってる味でしたね。それがちょっと悪い方に出たかなって気がします。うん、じゃあ、はい、ハイボールいってみましょう。はい、ということで、ラウンド3ハイボール対決でございます。はい、はい、ということでまさかのいい勝負となっておりますけども、今のところドローですね。うん、はい、インバネスクリーム選手頑張っております。じゃあそのインバネスクリーム選手からハイボールいきたいと思います。はい、うん、それではグランツというルーキー選手ですね。はい、うわ迷う。いやこれ方向性の違いである完全に。ちょっとねこれだいぶ悩みました。悩み悩みました。はい、ただね、両方ともねこれ忖度なしでどっち選ぶっていうのはもう本当に選んでないんで。うん、さあグランツ勝つのかインバネスクリーム勝つのか。はい、行きましょう。行きましょう。忖度なし。デル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 デン。マジ選んじゃったね。あら、はい、インバネスクリームの勝利。そうでしょ、頑張りました、はい、これどうですか。ですね、はい、これはねこの結果はですね多分いろいろ荒れると思うんです。うん、いろいろ出したいのは分かるんですよ、その、はい、いろんな方向のピートとか、はい、そういうなんかねスモーキーとか、うん、でもちょっと中途半端すぎるんですよね。こんな言い方していいか分かんないですけども、まあ確かにあの世界的には有名かもしれないです、うん、これはもうみんな普通に言ったらもちろんもうグランツだって美味しいですよ、うん、けども私こっちとこっち比べた時にあのハイボールにした時の話しますね、うん、ちょっとなんか炭を焦がしたようなあの、うん、焼肉で失敗した時 の、 あの焼けすぎたあの味焦げがね焦げっぽい感じしたんですよ、はいはい、で、すごくそれがなんかピートと言っていいのかスモーキーと言っていいのかすごい迷ったんです、感じ方を、うん、ただそれに勝って苦味がすごかったん で、 そうです、ね、あ、これは焦げなんだ、うん、で、ただこっちはね最初前評判悪かったです、はい、正直、本当に、うん、僕の中ではクソ祭りを意識だと思ってたんですけど、加水して冷やして冷やしてくるとその乱暴さがすごくおとなしくなってある程度飲みやすくなって全部角が取れて角取れますね、甘い部分だけ残った感じですね。そうですね、なんかいかにもハイランドウイスキーみたいな感じのおとなしさがあるっていうか、まあこれ言ったらちょっといや違えだろうとあるかもしれないですけど、このなんかタルコの癖がないって言ったらいいのかな、すごくまとまりがあるハイボールになったなっていう感じでした。あの飲みやすさだけで選びましたね、はい、そうですね、はい、すいません、あのいろいろ意見があると思います。はい、これだけは本当に皆さん知っといてほしいんですけど、我々スコッチ好きですから、はい、臭いの大好きなんです、うん、その上でちょっとこちらを、まあ、敗北になったということで、ちょっとあの荒れますねこれは、ちょっと本当にすごい戦いでした。はい、ということでちょっと意見がある方はぜひコメント欄でお願いいたします。はい、はい、ということでこのチャンネルが面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイ。